加古さんへこんにちは。2024年3月17日、朝の11時40分、3月、13日の件、車にいたのが加古様だと、確信しました。自分が、アップロードしていた、動画で、加古様だったら、僕と一緒に、その写真だとか撮影だとかそういったことは大丈夫なはずだからっていうことで、車の中に高子様がこうスマートフォンを持っていて僕を撮影していたんだと思うんですよね。だからそれが印というか合図というか、そういうことだったと思うんですよ。だから僕はコンコン淡井圭介ですがってこう身分証明書を見せて、加古様ですかってこう聞けばよかったんだなというのが、後から分かったということですね。自分も日々、昨日の晩もまたいっぱい絡まれて、本当もう22時過ぎぐらいにもう眠たくなっていて、寝ようとしてたんですよ。そしたら黒い服着ている男は2人組でね、もう外からごちゃ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 言ってきて、ここの階段登ってきて2階の廊下通って、どうせここの住居人じゃないと思うんですよ。で、掃除に一回も出てきたことないから、見かけたことないから。で、その後、今度は0時00前後に男4人組が、騒ぎながら、向こうから、田尾寺駅から、こちらの方に向かって歩いてきていて、で、そいつらももう何回も撮影してるんですよ、実は。で、動画をアップロードしていたら、もういくらでも出てくるんですけども、もうそいつらも、その黒い服着てる男に目と組んでいるのか、表で待っといてなとか、何かそういうふうなことを言ってるんですよ。そしたら今度、この私の自宅の前の、あそこもともと建築業界だったんですよ、建築業者。で、そこの前でね、夜の、0時過ぎから、男3人でたむろ、その時も3人でたむろしてる男、ドイツ人物で、マスクしてる1名の人間、見つからないようにこう入り口の方のところをね、こう端の方に、この辺に柱とかあるから分かりにくいんですよ。そういうふうな、行動をしたりとかね、もう常習的に無理やり起こしておこうとしている連中で、昨日の晩は寝れた3時ぐらいですね、やっと。だから肉体にも的にもきつくて、今外撮影して雨だったじゃないですか。だから今日は加古様来られないかなっていうところと、雨の日は僕の自宅に直接来てくれるとか、なんかそういう風にします。なんかもう同じことのような気がするんですよ。一応今日加古様の声で聞いてる声は、今日は本当に困ったとか、体調だとか、そういった声が聞こえていて、加古様も寝不足になってないかどうかが、心配ですね。どちらにしても早く僕をその赤坂御所へ連れていくっていうことの方が重要だと思いますね。もしそちらも寝不足になっていたら、そちらは寝不足になっていなかったとしても、赤坂御所に連れて行って私を、そこでかくまうというか、で、結婚ですね。昨日もいろんなところにアクセスできるようにしてたんですけども、加古様の関係のものは今までの手話パフォーマンスだとか、この間そのやっぱり文字の方がいいっていうことを私は言ってたんですけども、その手話パフォーマンスについてね、今までそのどういうふうな活動をされていたかっていうところ
と児童関係の、図書に関しての、あれはコンクールか何かになるんですかね。まあ、そういうふうな、五月堂だとか、あと、緑の祭りでしたっけ、植林とかなんですかね。いろんなもの、アクセスできるようにして、未来の時間軸からの、佳子様への声掛けで、口がちょっと動いていて、合うって言ったのかな。まあ、何か言ってる時もあるんです。基本的に、その頃って、僕からのメッセージに、応答してるようなものって、まあ、なかなか、一人だけで喋ってる時ってなかなか見受けられないんですけども、その当時の頃は。まあ、ここ近年になって、結構返答してくれ、まあ、結構というか、ちょっと合間に言ってくれたりとか、この間の動画の撮影の時に、僕、基本的に佳子様の声が、キャッとかいう声が聞こえてきてるんですけども、なんていうの、明確な内容のもので聞こえてこないんですよ。いついつ行きますだとか、そういったものが。だから、本当に本当に。で、この間の動画の撮影の時、最後の方にね、僕の口がね、自然と僕の心の声も、OK っていう声で、口が、そういうふうに動いてた時もあるんで、僕は返事してるようで、自分から何か伝えてるメッセージが私に届いてるとか、そういうことではないんですよ。抽象な言葉が聞こえてきているだけで、まあ、他にはガールズスカウトとかで、まあ、佳子様に、頭の中とかを、渡そうとしたりとか、そういうの昔も、1年か2年前の動画だったんですけども、まあそういうことを自分でしたなと。で、その時に佳子様が周りにいる、マスクしながらですけど、多分こう言ってくれてたんじゃないですか。本当に強い人ですからって、笑顔で。そういうふうなところが僕の心の支えですね。もう今日朝から。昨日、だから昨日のあんなに絡まれて、夜中の3時ぐらいにやっと寝れてね、朝朝で起こされてるんですよ。だからあんまり眠れてない。だからもう朝から泣きが入っていて。お加護様助けて。ほんとこれ笑いながら言ってるけども、もうほんともう鼻きらりながら。赤坂御所であの時囲まってくれない。よかったのに。昨年12月の28日ですよ。この動画、宮内庁の人に見せて、未来の時間軸からの佳子様へのメッセージとかでも、確認してもらって、各自で。本当にもう、淡井さんに来たら、絶対ちゃんと案内しなさいよっていうことを、言っといてもらったりとか、ご自分の方から、会いに行きたいとか、まあ、基本的に僕、家にいるんで、雨の日だ、雨の日僕の家に来てくれたらね、すごく晴れてる日は晴れてる日、河川の撮影とか行っちゃうじゃないですか、僕。ちょこちょこ。もうだんだん時期も暖かくなってきましたから。だから、まあ、ただ、河川の撮影行くとき、まあ、これはもう結局場所によるから、本当にもう、加古川の上流とかの方の撮影行こうと思ったら、例えばね、篠山市まで行って、まあ、神戸市があって、その北に三田市があって、その北に篠山市があるんですけども、その篠山市から、加古川に合流する河川があるんですけども、すでにもう篠山市で、川幅がもう50メートルぐらいあるんですよ。まあ、そこからの上流とかも撮影に行きたいんですけども、まあ、それはそこに門を作ってから、満水にした時、どの辺まで到達するのかっていうところが先で、で、まあ、加古川に合流するところまでの撮影だとか、そこから上流っていうことになってきたら、もうその辺りで、どこか、西脇市、まあ、その隣が、まあ、西脇市あたりになるんですけども、西脇市あたりとかで、一泊して、まあ、次の日も撮影っていう形にしなかった。まあ、全部実費なんですけどね。交通費も遠いから結構かかるし、まあ、宿泊費とか、食事代も結構もうバカにならない。で、水道
ペットボトルにたくさん水を入れて持っていったとしても、まあ、次の日は足らないでしょうし、ああ、けど旅館とかで水入れたらいいんですかね。けど、まあ、けど、1日で30キロとか、長い時40キロとか歩くっていう、それ、40キロまで歩くっていう距離になってきたら、自衛隊のレンジャー部隊の人たちの歩く距離なんですよ。あれ、テレビの放送でね、40キロ背負うみたいなこと言ってますけど、中身見たから分かります。40キロは背負ってない。歩く距離の そんなの、いろんな装備品だけで、まあ、5キロから10キロぐらいの重さだと思いますよ。それプラス、銃を持って歩いてるんだったとしたら、まあ、あれはそこそこ重たいです。マシンガンとかだから。だから、背中に背負っているものプラス銃で、まあ、10キロ以上の重さはあると思うんですけど、僕も似たようなパソコンと iPad とか、あとペットボトルの水筒にたくさん水を持っていかなかったら、もう水がなくなったら本当に大変なことになるから、そんな山の中にコンビニとか都合よくないから、自動販売機とか。本当に本当に大変なこと、もう、今さ、もう引き返されへんとかになるから、バスの時刻表見たら絶望するから、そんな後とか、もうバスないんってなるから、本当に。もう、撮影してるところ、山の中のところの撮影、もう見てもらったら分かります。家ほとんどないやんっていうことが分かりますから、それでも JR 一応走ってるんだっていうことがね。まあ、やっと笑いながら言ってますけども、まあ、これもいつも、なんかね、こう、日付変わってからね、その日の場に何かこう面白い話とかを思い出したりして、こう、一人で笑っていたりとかしたらね、その次の日、大体大変なことになってるんですよ。で、これ、まあ、その日付変わった後ぐらいから、まあ、いろいろあって、嫌な目に遭ってる、もうすごいひどい目に遭って嫌な思いするとか、まあ、朝からもう泣き入ってる状態とかあるでしょう。そしたらその後、結構楽しいことを思い出して、こういうふうな楽しい会話になったりとか、もうそういうパターンなんですよ、ずっと。多分もうみんな同じだと思いますよ。だから、例えばどこか遊びに行くときとか、家の中掃除したりとかしてから遊びに行ったりとかするじゃないですか。ごめんなさいね、ちょっと鼻水が出てきすぎて。多分その方が現場行ってから楽しいのかもしれない。例えば USJ だったらうまく回れたりだとか、時間的ロスが少なくて、その辺が神がかり的な力とか、まあ、自然と人間が動く形。あの時、まあ、あの日もその3月13日、そこそこ嫌な思いしてたから、そこで、佳子さまに会えてたら、多分その後、二人の会話が弾んだりだとか、だから幸せな道とか、もうね、今まで僕の人生がすごくひどかったから、ひどい目に遭ってるから、二人とも、ハッピーで、毎日楽しい日々を送れたりだとか、だから、まあ、民法のね、88条の、法定の果実っていうところとかあるじゃないですか。その次の89条とか、それを考えたら、その他の部分があるから、その今まで蚊を取られていたりだとか、睡眠時間取られていたりだとかあるでしょう。それと取り返すっていうことも多分できると思うんですよ。だからそれは裁判所で決着つけなきゃならない話ですし、まあ罰金刑で済ますのか何のかとか、あと電波ね、こういろいろ聞かすのはなしだとか、それ、例えば結婚してからはそういうふうな形にした方が二人とも生活しやすいと思います。聞こえてない状態でも、結局電波でつながってるんですよ。当然往来はありますから。まあ、その方を使ったら使ったで綺麗な顔にもなるでしょうし、今ちょっと髪の毛短いんでね、髪型云々のところとかもあって、ちょっとまあ見栄えの方はあんまりよろしくないですけど、あとまあ歯並びも矯正とかでまあちょっと変わったりだとか、まあそれだけでもだいぶグレードアップするんじゃないですかね。まあ佳子様にも喜んでいただけるように、まあ
まあ、ずっと敬語で今話してますけども。まあ、お互い敬語で話したりとか、圭介さんって呼んでもらったりとか、まあ、そういうふうに、言ってもらったら嬉しいですし。まあ、あんまり話長くなるとあれなので、もう今日はこれぐらいにしときますね。で、今日雨なので、もう今日は遊んでおこうかなと思うんですけど、その動画あんまりアップロードしても見る方が追いつかないでしょう。で、その睡眠不足の日だから、その6歩選手を広げて頑張るのもあれだから、遊ってたらちょっと変なんですけども、まあ、一応ビートたけしのテレビタックル、多分以前と同じ内容のものを放送したりだとか思うんですよ。そこまで言っていいんかいもそうかもしれない。まあ、そこまで言っていいんかいは関西の番組なんですけど、武田恒也さんが出てる。だから、まあ、そういうふうな番組を先に見といて、息抜き。これが積もっていったら、今度見る方がもう追いつかなくなってくるから、本当に。あと、もうハードディスクの容量もすぐにいっぱいになりますから、早め早めにっていうような形で、テレビ見たら見たで会えるような形の方がいいと思うんですけどね。見ても見なくてもとか。とにかく、結婚希望相手、佳子さまで。佳子さまも、結婚希望相手、淡井圭介だったら必ず会えるルールとかね。そういうふうなものが、適用していただきたいなと思います。最高裁判所、そういう判決。ただね、これ僕もだからこの間、その3月13日、その駐車場に到達する前にね、黒い服を着た女3名のうちの1名がね、まあ、下品なこと言ってるんですよ。で、それで、もうこっちもね、君たちの中に佳子さまはいないことぐらい分かってるからって言ってるんですよ。別に特に顔も見ないで、もう全身黒ずくめの女3人が来たから、どうせろくでもないなと、髪の毛は一応染めてなかったみたいですけども、ちょっと、左端を歩いてたんですけど、右端に歩く方向を書いてね、もうその時点でね、なんか変でしょ？左端の方じゃないですか、駐車場の方。田尾駅から岡場駅の方に向かってて。だからやっぱり邪魔する側の3名なんですよ。余計なことを言いに来た人間でね。だから、そういうところで、絶対自分が、淡井圭介さんに会うんだって、こう、佳子さまが思ってもらって、秋篠宮佳子さまが思ってもらって、こう、会いに来ていただけたらなと思います。とりあえず雨の日は家にいます。ただ、ちょっとね、テレビまだ向こうに置いてるんですよ。これ気温の問題で、向こうの部屋の方が今日は雨ですけども、荒れてる日は、温度上がりやすいんですよ。日光が入ってくんで、で、こっちの部屋って寒いんですよ。だからある程度の時期来なかったら、まあ、テレビをこっちに持ってこない。っていう形なんですね。だから、ここに来て僕の名前を呼んでもらっても、まあ、ちょっと分かりづらい部分はありますね。インターホンも、ほぼ音が鳴らない状態ですね。以上です。もちろん結婚希望相手は佳子さまです。まあ、仲良く幸せに、暮らせたらなと思います。以上です。